疲れっす。お疲れ様です。今日からカメラマンデビューか。はい、まあ、視聴者の皆さん、ちなみにあのおにぎり、おにぎりは別にクビになったわけじゃないからなんか全員クビにしたわけじゃないから、もう一回編集の方に回ったんだな。はい、お前と立ち交代で、はい、まあ、ちょっとやってみようかと。今日はね、ちょっといきなりお前の参加で、まあ、内容もよく分かってないと思うけど、はい、きついよ。きついんですか。それはないんちゃう。もうガチで同級生に突然金500万貸してきたなんていうか、俺は仲いいと思ったんだけど、はい、またちょっと後日なんですよ。視聴者の皆さん、後日です。いけるかもしもし、坂本ちゃん、はい、はいはい、もしもし、もう名古屋帰ってきた。昨日の夜帰ってきたよ。あ、本当。ちょっと、うん、今から大事な話あるで、ちょっと言ってもいいかな。今から大事な話してますよ。うん、どうしたどうした。パチンコやってるでしょ。パチンコやってる朝から10時半やん、まだ朝から。今日何の日だでさ、は何の日だでちょっと大事な話があるもんで、言ってもいいかな。うん、別に全然いいよ。いい、うん、ちょっと大切な話があるのでさ、あ、近く行ったら電話するわ。あ、お願いします。うん、よろしいです。はい、お願いします。はい、早く借りようか。来たおさこちゃん、後ろ乗れ。いい、後ろ乗ってよ。お疲れ様です。どうしたの。ちょっとバタバタしとってさ、ちょっと大事な相談があった。はい、ちょっと助けてほしいんだ。どうしたの。ちょっとお客さんからさ、うん、お金がもらえなくてさ、うん、1ヶ月待ってって言われてさ、うん、今月で授業に給料払えへんのか。うん、ちょっと500万おかしくない。500万。500万あるかな。給料払わなかった500万あるかな。ちょっと1ヶ月だけ待ってって言われても必ず入るからさ。ほんと500万あ、ほんとあるかなあるでしょ、500万ぐらい。何か欲しくねえさこちゃん。500万か、銀行行かなあかんじゃん。銀行行ったら欲しくねえ。もう1ヶ月だけでいいわ、来月返すわ。もうお客さん必ず払うって言ってるから。ほんと500万ね、うん、分かった、考えとくわいや、早めに返上して。もう明日給料日なんだわ。マジでやべえなと思って。もう今日おしまいの感じになっちゃう。明後日か、明後日給料日か。マジか。飲み屋で使いすぎたどうしかしくね。分かった、まあじゃあなんとかするわ本当に騙されてるわあなたこれ詐欺ですよ。詐欺だろ。これ YouTube 企画です。あ、 YouTube やな。びっくりした、マジかなと思ったいや、マジかなと思ったか、本当に。そう、うん、まあ、大丈夫です。あ、本当突然来るこれ何だと思った。もこいつ何だと思った。大事な話っていうでさびっくりするわ。すごいね、かすって言ったね。めちゃめちゃスムーズでしたどうしようと思ったいや、マジで、うん、マジで本当に、うん、本当にヤバいかなと思ってそう、うん、びっくりした。 iPad 撮ってるもん。あ、撮っとるんだ。 iPad 撮っとるあれあれあれ足りんのかなと思ってさ、うんうん、決済とかなんかで、うんうんうん、びっくりするわ、本当気も冷える。そう、うん、そんな感じ。以上でもう邪魔しました。こちらも邪魔しました帰ります。わかりました。びっくりするわ本当に帰るね。しかも昨日も電話した時も彼女だったんだ。あ、本当。俺その辺におるかなと思ってさ、暇なもんで。あ、昨日山梨行っとった。山梨行ってたね、うん、駅周かなんか行ったね。そう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 、インスタ上げとくんで、ぜひインスタもね。あ、すごいいいとこ泊まりましたね、うん、インスタで上げとったよね、はい、たまたま見たんだわ、うん、じゃあ結構プライベートで面白いとこ行ってるので、ぜひ坂本ちゃんのインスタ見てください。よろしくお願いします。面白いよね。あ、まあちょこちょこ上げてますんで。ちょこちょこ上げてるね、はい、コメントは必ず返しますんであ、本当。インスタで来ても絶対返すよ、絶対返す。すごいね、うん、ありがとうございます。またよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。これだけです、すいません、うん、じゃあ夜また夜ね、うん。まあさすが坂本ちゃんも貸してくれたな。そうですね、さらっと。坂本ちゃんもすげえけど、やっぱ俺の信用力がすげえわ。すいません、聞き取
取れない。タシ、うん、今さ会社の近くに行ってんだけど行ってもいいかな。なんで？ちょっと昨日電話したけどちょっと大事な話がある。何？もうまあって話すわ。まあ、電話で言うような話じゃねえなって。何？ちょっとだけ会いたい。おい30分ぐらい15分ぐらい時間取れ。事務所おる？事務所おる？おるよ。じゃちょっとすぐ行くわ。何？まあって話すわ。はいはい。うん、ごめんね。じゃあね。めちゃめちゃ疑ってましたけど。大丈夫だ、俺の信用力で。ああ、そこも。そう、ああ、お前が500万貸すって言うんだったら別に。失礼しまーす。こんにちは。こんにちは。ちょっとカメラ回しておいていい？何？俺人生すべて回しとるから。何？久しぶり。ちょマジ大事な話がある。何？相談。コーヒー、うん、コーヒー。あ、ジュース買ってきた。ちょ待って。あれ。いやいや、ジュースいいよ。買ってきたし。いやマジで、ちょっと本当にさ、ちょっと食べていい？これ、ただしに言うのが悪いんだけどさ。何？僕が結構さ、まあ俺も自分のところの悪いのもいいのも出していきたいなと思ってさ。うん。飲んでください。はい。はい。実はさ、何？それに置いてほしくないですか？はっきりしなさい。何や、重いの？重い話。これ何だよ、かけてなんか。これ取って使っていいんですか？ちょっといろいろあってさ、うん、いい話、悪い話、まあ、俺はいい話だと思うんだけど、うん、そもそもさ、うん、お父さんがちょっとお金いっぱい詰まってって言われてるんですよ。うん、うん、ほんと、うん、で、今月、あさって給料になるわ。うん、給料足りないんだわ。うん、500万足りない。何これ、マジで500万足りない。嘘つけ。来月には早く。いや、嘘をつけ。いや、嘘じゃないって。嘘じゃない。まあ、まあ、悪いよ、これよ。なぜこの動画に残したいなと思って。うん、うん、何もやっとった。やっとるじゃん、もうちょっと待ってって言ってないんだもんね。うん、定期とかはあるんだけど、うん、苦しくないんだよね。苦しくないんだよ。うん、3日間も給料あたしの従業員のやつ。うん、うん、500万か。いい、ごめんね、こんなん頼んじゃって。いついるの？今日？もう今ってこと？やりこんでくれ。電話入ってるでしょ。入ってないことはないけど、やりこんでくれたら記録で残すもんね、ちゃんと。うんうん、まあ、領収書になるし、うんうん、なので500万借り入れたら、来月には返すからな。うん、本当に？本当本当。ごめんね、なんかこんな話もついてる。いいよ、別に500やったらこうって。なんでだ今。いいよ。あ、なるほど。なんでだって。なんで。そう、待ってくれ。ごめん、待ってくれ。脱げんなよ。じゃあ、マジなんだろうってさ。1億ストップしようかな。だろ、だろ。なんだこれ。ちなみに坂本ちゃんにも帰ったよ。坂本ちゃんもいいよって。そう。大体詐欺に騙されるとすぐ人に金貸す。大体すぐ人に金貸す。まあそれだけでも俺の信用力もあるってことだな。うん、信用力であんただでってことね。別に普通に言ったら絶対金貸すから貸さんよ。どうする発射って分かってたら、これ動画が公開されたら4年間500万貸してて。いやいや、貸さない、貸さない。で、知っとるしね。フリーダイヤ、フリーダイヤここにつけてフリーダイヤ仕上げてテロップ出しておきます。会社の電話も。いやいや、いろんなの被害者に変なし、いろんなもん持っとるもしとる、取りパクリもないなと思っとるし。ああ、まあそうだね。そう、それがあるもんで、別にね、そんな余裕でその500万バーって回すことはないんだけど、まあ別に自分がちょっとね、我慢するだけ、なんとかすればね、助かるんだったらと思うだけなんで、別にそんなんで困ってるタイプじゃないもんさ。うん、それだけ。それだけでも
だってこれ電話ないから電話ってしっかりか部長はどういかのかよし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 もしもし今日夜ね今日夜ねよしよかったずれ早く帰って帰って失礼しましたなんだったねまたねまたねあこれこれこれありがとうございます。